徳島、徳島、徳島アイランド。徳島アランがいっぱい、徳島アランがいっぱい、徳島アランがいっぱいいるよ。徳島アランっていうらしいです。ご飯の食べ方とか忘れちゃったみたいで、昨日ケツから飯食おうとしたらしくて止められました。嘘です。なんかね、言おうとしたの俺今。何かね、狙って言おうとしたんですけど、そのギャグがぶっ飛びました。はい、ね、まあ、何の動画かと言いますと、まあね、単刀直入にね、ぶっ刺すと、開封動画なんですね。で、はい、こちらですね。ハイブリッドっていうヨーヨーがあるんですよ。マウのね。このハイブリッドのね、別バージョンが、ヨーヨーの日にね、ゲリラで販売されました。それをね、紹介していきたいと思います。じゃん、じゃかじゃん、じゃん。こちらですね。このね、パッケージのね、外見はね、一見普通のハイブリッドに見えるんですけど、ここね、注目してください。ハイブリッド、タイプ H って書いてありますね。すんごいエッチ。ということで、開けていきたいと思います。じゃん。開けます。僕と、結婚してください。一生に一度のプロポーズ。見ます。ほー、素晴らしい。白いハイブリッド自体初めてなんですけど、いやー、いいね。おー、はい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 、これね、こんな感じです。はい、ということでね、美味しかったです。実際美味しかった。こちらハイブリッドタイプ H、 これは決してね、新型のハイブリッドというわけではなくて、ハイブリッドの別の試みがされているヨーヨーですね。ハイブリッド、既存のね、ハイブリッドのラウンドとは大きく変わってますね。ハイブリッドと M の形状をミックスした、そんなヨーヨーのなってます。確かに混ざってる、すごいね。これね、かなりね、安定感がね、出てそうな感じの見た目をしております。使いやすいんだよ、1プロファイルはシンプルに。早速ね、スペック、紹介すると同時に、このハイブリッドのスペックもね、一緒に見ていきたいと思います。ハイブリッドタイプ H のね、スペック紹介していきたいと思います。直径が、57.1mm、 幅が 46.4mm、 重さが 63.4g になってます。はい、で続いてこちらのハイブリッド、直径が 57.1mm、 幅が 50.1mm で、重さが 62.7g ですね。こう比べると直径は全く一緒で、変わったのが幅と重さですね。タイプ H の方が約4ミリくらい、狭くなっていて、重さも、まあ、これもね、1グラムって言っていいのかな、だいたい約1グラム重くなってます。だからね、なんだろう、こっちのハイブリッドと比べて安定感がね、結構強く出る、機種になってるんじゃないかなと思います。よりね、実践的な、ハイブリッドになってると思います。早速ね、紐つけて振っていきたいと思いまっちょー。ふざけすぎだね。そう、テンション上がっちゃうの。こうやってね、久しぶりのね、マウルの開封動画、テンション上がっちゃいます。いきます。細かすぎて伝わらない筋肉ギャグ。ズーン、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 どこ見よしん。こちらハイブリッドタイプ H をね、回転させていきたいと思います。さ、こんな感じですね。いやー、ハイブリッドの白綺麗だな。
縦に回した感じがこんな感じです。本当にがっつりした H プロファイルって感じですね。 M もそうなんですけど、個人的にね、なんかサーベイランスっぽさもね感じますね。すごい、いきます。素晴らしい、素晴らしいです。なんかね、ハイブリッドだね。普通のハイブリッド触っていきます。H プロファイルだからね、パワーがすごいですね。あ、ホリゾンタルもね、しっかりやりやすいです。やっぱ重さとね、あの H プロファイルになったってとこがあって、かなりね、ハイブリッドでもね、傾きにくいし、しっかりね、回転がね、グッガツンとね、上乗せされてる。なんかハイブリッドをパワータイプにした感じのフィーリング。もうこれ完全にモノメタルですね。うん。なのに、軽いんですよ。やっぱここがプラって感じ。これがすげえ。軽いね、メタル、モノメタルヨーヨーを触ってるような気分で。プレイできますね。これはラウンドとかね、あの重さの違いもあって、ハイブリッドはどちらかというとフィーリング強めのね、なんていうのかな、しっかりね回るヨーヨーではあるんですけど、どちらかというとフィーリング向きな機種、ちょっとね傾きやすいって部分は あったんですよね。それが完全になくなってます。その代わりちょっとね、ハイブリッド あの柔らかいフィーリングではなく硬めのねフィーリングになってます。戦えるねプラスチックヨーヨーを求めてる人、マジでこのハイブリッドタイプ H がねおすすめですね。これは戦える、普通に。すげえ、うん、いいね。性能とねフィーリング両方ともね絶対に欠かせない、そんなねこだわりを持ってる人にかなりねおすすめできる機体なのかなって思います。うわ、やボディの安定感がすごい。サーベイランスとかそこら辺のヨーヨーがねすごい好きな人にはかなりおすすめできるプラスチックヨーヨーなんじゃないかなと思っております。楽しい、うん、はい、ということでね、こちらハイブリッドタイプ H まとめていきたいと思います。さっきとちょっと感想変わっちゃうかもしれないんですけど、ここでね全部統一したいと思います。このハイブリッドタイプ H 自体の感想なんですけど、こちらねめちゃめちゃ回る、そして安定感がとてつもないプラスチックヨーヨーです。でかつね軽やかでねシャープなね鋭いフィーリングが気持ちがいい。もう使っててね楽しいし、本当に戦場に持ってきるねプラスチックヨーヨーだなって思いました。本当に使いやすいです。でここからがちょっと違うんですけど、
さっきねハイブリッドより回るんじゃないと思ったんですけど、言うて回転力自体は2つともね大差ないなって思いました。若干こっちが気持ち回るかな程度で、うん、多分その差ってバランスか、あのボディバランスがね崩れにくいからスリープロックスも起きにくいっていうだけの話で、この2つ両方とも回転力はね、うん、多分同じくらいだなって思います。あくまで足なんですよ。だからこっちにもねこっちのね良さがあって、こっちにない良さがあるんですよね。それはですねやっぱフィーリングですね。あのこのねラウンドのフィーリングだからこそザ・ハイブリッドの気持ちいいフィーリングっていうのはどうしてもねこっちの方が強いなって思ったんですけど、これはこれでシャープでねあの鋭い感じがプラスチックのね感触に合ってるっていうのもあって、うん、フィーリング、まあこれも好みになっちゃうのかな。だから回転力自体は本当に2つも変わんないので、この2つを選ぶなら、うん、例えば本当にガチリ高かったりシャープなね H プロファイルのフィーリングが好きな人はこっち、あどちらかというとラフに使うで、かつフィーリングの、まあ、ラウンドの柔らかいフィーリングが大好きって人は断然こっちだなっていう選び方でいいと思います。だからこの2つの選び方は、簡単です。H プロファイルが好きな人はタイプ H で、ラウンドが好きな人はラウンド、ただこれだけの話です。2つともねモノメタルとほぼね同じくらい回るすごいねプラスチックヨーヨーであることには変わりないです。回転面での不満もない、とにかく使っててとにかく心地いい、そんなヨーヨーになっておりました。ありがとうございます。以上です。今日紹介したのは、マウルハイブリッドのタイプ H ですね。こちら、この前ね4月4日ゲリラで先行販売だったので、おそらくね一般販売もあると思います。なのでね気になってる方狙ってみてください。ありがとうございました。